せーの、20169月道玄坂カフェ日本酒オフ会2本目イエーイ来ました。オフ会なんだかね、いや、はいですよ。そのなんかちょっとこじゃれた感じ出してきちゃったりして、ね、まさかの、はい、はい、はい、乾杯。うん、あ、いい匂いがする、うん、でもさっきのより酒っぽいですけどね。そうですね、うん、あ、切れてる。これ超好きです。うん、超好き。切れてる、切れてる。うん、おう、うん、キリリ、キリリ、美味しいですこれ。うん、この時点でご飯だ。うん、あ、なんか辛いのも美味しく感じちゃうな。え、この辺でなんか辛くない。そうですね、そうですね、そうそうそう、舌の上でこうピリッときて、うん、なんか酸味がスッて出るんですけど、喉にスーッと落ちていくごとに、うん、だんだんここら辺があったかくなるだけでお水みたいになってきます。私大人になったの飲める、やばい。これぐいぐい飲めちゃいますよね、うん、これやばい、これ飲めちゃう、やばい、もうなくなりそうだ。あれの、あれですか、今回も夏のお酒ですか、後輩って。なるほど、夏のお酒祭りですか。で、うん、何本か、冷やおろし的な、冷やおろしって何ですか。なんて言えばいいんだろうな、秋口から冬口にかけて結構出てる感じです。夏の新作みたいな感じですか。辛口のすっきり系は夏酒に多いですよ。へ、私の好みの。全然会話もう完璧に全部辛口で夏酒ばっかり、その時にしか飲めないものを出てるから、季節のものをね、日本人らしいですね、季節のものをし、いいですね。これは情報があんまりない、ね、後ろ何て書いてあるんですか。後ろ何にも書いてない。あ、何にもない。アルコール分15度以上、16度未満、ほうほうほう、だけ。なんか包材の後ろにいっぱい書いてありますね。あ、本当だ。何書いてるんですか。え、何、え、広さっき以上？広前以上じゃないですか。多分前って書いて広先って言うんだ。え、そうなんですか。恥ずかしい。大丈夫や。初めて知った。ちょっとじゃあ、なんか誰かのブログみたいなんだけど読みます。はいはいはい。濃い、酸っぱい、うん、甘みもある、うん、分厚い、旨味濃厚な、うんうん、濃厚酒、香りは後輩にしては抑えている、やや荒っぽいのはご愛嬌、ものすごいうまインパクト。これで精米部合 81% の低精白度は信じられない。へえ、へえ、あ、だから81なんだ。へえ、そうなんですか。しっかりした味だ、はいはいはい、雑な味はしない、はいはい、余韻の苦みもいい、いやはやすごい酒だった、うまい酒だった、久しぶりに闇夜で後ろからパンチを食らったような印象。全く予想もしていなかったのにうまくて仰天したという意味、はいはいはい、近年このような予想外に高インパクトのあるお酒を飲むのは全くもって久しぶりだった。うんうんうん、ほう、え、なんか、ありがとうございます。ありがとうございます。2品目、あ、わっ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 、おいしそう、とり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 、とり、いい匂い、いや、よだれ出る、おいしそう、まさにそうです。いや、よだれ出る、よだれ鶏、あ、おお、私よだれ鶏大好きです。いただきます。いただきます。すごい、ゴロゴロのピーナッツとかが入ってて、うん、おいしそう、うまい、ほら、おお、うん、いただきます。ピーナッツだ、うん、うん、うん、おいしい、うん、本当料理おいしいですよ。おいしい、いや、おいしいですね、うん、柔らかい鶏。アビコさんは芸人さんなんです。え、そうなんですか。ね、すごい、料理ができる芸人さん。なるほど、面白いですね、うん、ここ面白い人が多い。すごい、面白い。ここで料理番組とかもやってて。え、そうなんですか。すごい。今回の普通の味噌に、まあ、ネギと玉ねぎが入ってるんですけど、僕のオリジナルで柿の種入れてます。柿の種、へー、あ、
あ、だからすごい香ばしいんだ。へえ。なるほどです、ね。え、柿もじゃあどっかにいるんですか？はいはい。柿ピー。いや、ピーはいるのはわかるけど、ね、柿はいるのが、あ、砕いてある？すごい香ばしい。へえ。うん、まあ柔らかくなってる。この緑のが。うん。柿いました。美味しい。超美味しい。うん。うん。美味しい。え、これ味噌は味噌だけですか？え、砂糖も入れてますよ。甘めに仕上がってます。え、ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツクリームとか入ってないんですか？へえ。え、じゃあ柿の種のピーナッツ分なだけなんですか？めっちゃ美味しい。そう。ピーナッツクリーム入ってるみたい。ね。私も香ばしいのはジャムの柿の柿ピーを空入りしたから。ああ、空入りしたんですね。素晴らしい。手間かかってる。料理人がいる。素晴らしい。確かに。いや、料理は胸張ってください。料理は胸張ってください。わってなんだよ、ね。私ネタも見たことないのに料理はってなんだよ。あ、ネタ見たことないんで大丈夫です。大丈夫、ネタ見たことないか。あ、じゃあ説明読みます。はい、説明。青森県弘前市の地酒、後輩は低青白日本酒2016チャレンジタンク、青森県弘前市産の後輩米を低青白で仕込んだお酒です。後輩ファンの多くの方に飲んでいただけるように、あ、本数限定ですわ、これでもいいや。数量限定なんですか？数量限定みたい。もう貴重だ。後81と書いて後輩と読ませる遊び心のあるブルーのラベルにはデザインの柄のように見える文字がいっぱい書かれています。よく見ると岩木さん、弘前城、リンゴ、津軽塗り、極義、黄身、わからん、ジャッパ汁、ありました、うなこ、弘前雪灯籠祭り、弘前ねぶた祭り、津軽の名所、名物、特産品、郷土料理、祭りなど、津軽ラブの文字が181個並んでるんだ。すごい。こだわるね。あ、リンゴありました。そう。後輩としては酸味の効いた味わいで、肉料理やスパイシーな料理とも相性がいいです。なるほど。倉本さんからも、冷たいよりも常温で飲んだ方が可能性の広がるお酒ですとのこと。冷たい温度から常温、おかんと温度を変えてお楽しみください。日本酒度プラス2、酸度 2.1 ですって。なるほど、うん、なんかあんまりそこまでさっきのよりは酸味がグッとこないんですよね、うん、確かにスッと入る感じ、本当にスッキリ、キリってしてる、うん、ね、パッケージがすごい可愛い、遊び心が本当にありますね。なんか本橋さんには珍しく遊んできたなって感じです。遊んできたなって感じです。遊び心出してきたなって。これって毎回パッケージって変わるんですか？今回はこんな感じなんですか？あのね、毎回やっぱ違うんで、なるほど。日本酒ってそういうところ面白いですよね。なんかパッケージだけじゃなくて味とかもなんか何年産で変わるとか、そういうところがすごくね、面白いですね。飽きないですね、やっぱりそういうのあるとですね。しかもこの辛口のお酒、スキップしたお酒とコクのあって甘さのあるね、おつまみがすごい合いますよね。これぞ日本酒が出るの、あ、肉が出るんですよ。後輩が出るのが分かってたのかなっていう。本当ですね。順番ですね。これ事前に味見してるんですか？味見して決めてるんですか、メニュー。違うんですか？すごい。本当に、酒屋さんと相談して、で、できる限り5本、ちょっと幅広い味で持ってくる。まあ、定番の美味しいやつは美味しいやつあるから、それはそれで必ず出たら入れるって言う。それを中心にこのどっちに飲み幅を入れるかっていうことで、いろいろ選んでる。
ですね。めったにないけど、ただ外れの時もあるから、うん、俺無理っていうのある。いやでも1年以上前に行かれなかった。なるほど。オーロラバッターとれば、Wi-Fi 出力が重なるとか分かりました。アルコールとしてのパンじゃないですか。香りはちょっと異常に増えましたよ。よいしょ。前メイド喫茶はどこでやってたんですか。あ、落ちちゃった。落ちちゃった。メイド喫茶はメイドリーミンっていう。あ、知ってる。多分行ったことある。あ、本当ですか。ありがとうございます。そこで。ドンキにあるのは違う。ドンキにあるのはアットホームカフェってまた別の系列です。あ、でもメイドリーミン行った。多分なんならついこの間行った。ついこの間でもないか。半年ぐらい前に。どこですか。ね。秋葉で行きました。前キュンってやりました。やった気がする。なんか猫耳のこうヘアバンドつけられて、あのお、はい、なんて言われたっけ、なんか水が清水ですみたいな。萌えウォーターです。あ、萌えウォーター、はい、業界用語でございます。絶対行けないぞ。いやもう、で猫耳つけて、はいはい、一緒に萌え萌えキュンキュンって、はい、やります。キュンってやってハマると長いんです。なんかその店員さんの呼び方もなんか違った気がする、はい、うん、店員さんの呼び方、ニャンニャンって呼ぶやつですか。あ、ニャンニャンって言って呼ぶんだった気がする。ニャンニャンって言って、うん、一生懸命ニャン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 って言って呼ぶんですよ、はい。そうそう、メルちゃんはいにゃんって言ってお嬢様のことでお伺いいたします。すごい面白いですよ。だってなんかオタクみたいな男の人がにゃんにゃんって、はい、恥ずかしそうににゃんにゃん。クマさんみたいにイカスイとか、あと外国人のなんかもう、うん、シューブプレみたいなのが、あ、そうそうそう、外国人カップルとかいた。そうそう、いますいます。みんなにゃんにゃんって。時間が長くなりました。はい、行きます。はい、はい、奏で5本で表してください。はい、一斉のポン、はい、ポー。さあ、その心は。ちょっと今日高くつけすぎなのかな。なんか美味しい、喉乾いてるから進化しないですけど、はい、これもすっきりして飲みやすかった。なんかあのスッと水、なんか入りがスッとしてるのが私好きなんで、美味しく飲めました。はい、はい、私今回5本です。なんかもうドンピシャ私の好きな感じの、スキッとしてて、あとにそこまでこう引きずらなくて、ご飯がもっと美味しくなるみたいな。例えばなんかお魚とかこれだったら一緒に食べても生臭さとか残らないなっていうくらいの辛口の、もうこの潔いぐらいの引きの良さがすごいドストライクで好きです。さあ、じゃあ2人のねツイッターアドレスを動画の説明文のところにくっつけておきますね。みんなそちらで情報をチェックするようにしてください。お願いします。寝てない寝ない。じゃあタイトルコールで終わりにしましょう。はい、せーの、2016 9月道玄坂カフェ日本酒5回2本目でした。バイバイ。行くよ。